こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は FF6 クリスタルダンジョン新ガチャ性能解説していきたいなと思います。今回の動画は短くいきたいね。はい。ということで、まあ、いつものことですが、僕の動画はですね、まだ実装前の段階でカタログスペックだけ見てね、語っている動画になりますので、実装されてみたら実際ちょっと違ってみたりとか、使い勝手違うなとか、あと僕の主観で喋っていることもありますのでね、皆さんにとって本当に強いかどうかっていうのは結局手持ちの状態だったり、進行状況でもね、変わってくることですので、あくまで参考程度に見てもらえればなといいと思います。はい、ということで早速上から見ていきましょう。で、まあ、あれだよね、最近のガチャって、なんだろう、その、復刻枠がなんか多くなってるイメージあるよね。FFRK レポートに出てるのはあくまで、まあ本当に、そのメインのね、ピックアップキャラということで、その他の復刻系のキャラが、なんか多いよね。今回も、復刻枠として、まあ一応ね、一つずつ、新規追加武器とかも追加されてるね、ロックとか、まあ、ティナのね、LB チェーンとかもあったりするけど、ほぼね、ティナシャドウロックに関しては、なんだろうな、まあほんとサブ的な感じで入ってきてるのが若干邪魔だなっていうところあるよね。シャドウとかさ、ティナとかのね、D 角当てた方はもう当然過去のねガチャで当てた方いると思うんですけど、ここで入れてくるんだっていう感じがね、この間のアシェラもそうだし、なんともだねっていう感じはするします。まあ、これは本当に課金して毎回ではないけど、結構ある程度ガチャしてる方にとってはこういったところがまあ障害になってきてたりとか、逆にガチャが回しにくくなったりとかね、するんで、ちょっと難しいところではあるんだけど、復刻枠はもう2段にまとめてもいいんじゃないかなっていうところもあったりなかったり、難しいところだね、ガチャってね。はい、ということで早速上から見ていきましょう。まずエドガーの第2 D 角。はい、何気にエドガーって2つ目なんですよ。1つ目は毒属性特化したやつで、追撃とかもそうだね、毒属性に特化、そうだよね、毒属性だか気候子だからに特化したような内容だったと思うんですけど、今回は3属性まといだね。トライエレメントモード、まあ、6的な言い方するとチェンジマシーナリーモードですが、まあ、こういったモードになっていますよということで、汎用性がまあ高い。まあ、もともと気候子で3属性扱えて、まあ、3属性デバフができるよっていうところで、もともといろんなパーティーにね、出張とか、まあ、そういったことができたキャラではあったんですけど、まあ、今回、エドガーの立ち位置が割と、なんだろうな、役割がしっかりシリーズ派においても持てるようになったっていうところが非常にまあ大きいんじゃないかなというところ。まずモード1、気候子アビリティ使用時にもう2回放つ、セットした気候子アビリティの待機時間短縮、これセットしたなのでシンクロアビリティを非対応ということですね。で、ポイントがここ、モード2、気候子アビリティ使用時に味方の6シリーズの生存人数に応じた追撃フォースメーカー、これ一度きりで、一度使ってもまたモード1に戻るね、優秀なタイプ。で、このホースメーカーっていうのが、3人以下だった場合、6シリーズのキャラが、一定時間敵単体に毒炎雷耐性2段階ダウン。まあ、普通のデバフだね。一定時間のデバフがかけられるので、まあ今後のバハムートで指揮戦とかでも結構、まあ、活躍できるんじゃないかなという内容。それから、6シリーズの生存人数4人以上だった場合、まあこちらは、あれだね、カルディアダンジョンになったり、これから明日始まるクリスタルダンジョンに向けてということになりますが、一定時間味方全体のクリティカル時のダメージをアップ、短時間味方全体の攻撃魔力、防御、魔防アップ、フルバフだね。で、まあフルバフも当然ね、強いとは思うんですよ。ただ6のフルバフで言うとね、モブがね、多分全キャラ中、全フルバフキャラ中一番使用率高いモグがね、6シリーズにいたりするから、正直6シリーズの他のフルバフキャラできるキャラ、まあ、もちろん持ってれば使い道とは当然あったりすると思うんだけど、使用頻度とかね、優先度っていう意味で結構下がってくると思うんで、まあ、フルバフはともかくこっちだよね。メインは一定時間味方全体のクリティカル時のダメージアップ、これがね、できるキャラ FF6 ではいなかったんですよ。今まで、そのクリ率アップっていう面で言えば、ヒーラーのリルムもできるし、最近で言うと、マッシュとか、それからセリスとかの D 角でもね、クリ率 100% に持っていくとか、そういったことができたので、
そうそう、できたんですけど、クリダメアップだけいなかったんだよ。なので、もう、クリダメアップは諦めるか、他の非共鳴キャラに頼るとか、まあ、そういった運用でしかできなかったので、このクリダメアップが実装されたっていうのは非常に、まあ、大きいですよね。その、まあ、クリ率アップが基本物理攻撃のダメージ 1.5 倍。なってこのクリティカル G のダメージアップさらに使うと2倍になるわけですから、この差って相当でかいからね。うん、まあそのなんだろうな、まあ極まあ分かりやすく言えば、もともとね通常攻撃で1万出てたのがクリ率 100% で 1.5 倍だ、なので1万5000、でクリダメアップで2万になるわけですよ。この差って相当でかいよな、本当に。だってアビー単純にね、その15秒間中に与えるダメージが2倍になるって相当でかいよね。はい。そう考えると、これってもうぶっ壊れ中のぶっ壊れなんですよ。で、FF6 中でこれができんのって今のところエドガーのこの D 角しかないので、そう考えると唯一無二、他のキャラで代用ができないってなると、この定義でいくとね、僕の中ではもうぶっ壊れっていう扱いになるんだけど、まあぶっ壊れだよね。間違いなく。6シリーズに、のみだけど、ね、においてはね、っていうことになるんで、まあ一応クリダンも非共鳴キャラ1体ぐらい入れても一応勝てるは勝てるんで、今までのね最高難度とされているセーファーセフィロスも一応モグ入れて勝ったこともあるので、まあ逆にモグ入れた方が難しくなったっていうのはあるけど一応ね、非共鳴キャラ入れても一応勝てるというところがありますので、無理に絶対これがないといけないってわけでもないし、物理でもまあでもどれぐらいの硬さになるかいまいちまだわからないところあるからね。6キャラも結構強キャラ揃いだから、そのケフカ自体が結構ねまた強化される可能性も捨てきれないので、なんともですが、であと6の選択肢として魔法パでもいけるっていうところもあるから、必ずしもね物理で行く必要がないっていうところもまたポイントでしょう。この辺は皆さんの手持ちによってくる、本当に物理に偏ってます。例えばロック、セリス、マッシュとかね、そういったカイエンとかそういったキャラしか持ってないっていうんだったら、もうこのエドガーはまあクリーダンに挑む上ではぜひ引いておきたいような神器になってくるでしょうし、逆に魔法パ、ティナ、ヘフカ、ゴゴとかね、ストラゴスとか、そういった魔法キャラしか揃ってないよっていう方であれば、特に、まあ、あえて引く必要ないのかなっていう感じはしてくるしね、その辺になってくるんじゃないかなと思います。まあ相当強いよこれは。はい。そして今回エドガーの LB チェインも実装されておりますが、あれあった、そう、これ6シリーズの LB チェインだね。まあそのデバフ、今のね D 角抜きにしてもデバッファーっていう意味で、炎属性デバフ、炎パも結構組めたりするからね、普通にね、ヒナロックをまあ筆頭にそういった編成でも組めるから、まあ炎デバフっていうのは結構ね必要だったりする場面多いと思うんで、そういった中で LB チェーン持ってるのはいいんじゃないかなと。で物理でさっきの D 角持ったらもうエドガーなんてもう必須中の必須枠になってくるからね。なんでまあそういったキャラにもあるといいよね。はい。そしてあと星6レジェマテということで、こちら最近増えてきたタイプだね。一定時間自身の待機時間を短縮、キコシャビリティ使用するたびに追撃4回攻撃ってやつ。まあこれはあれだね、たまたま昨日最近マキナとかね、ああいったキャラと全く同じ内容だね。一定時間待機時間短縮する、あとアルフィノとかにも実装されてたと思うけど、この一定時間っていうのは15秒間かな、確か。開幕から15秒間なんで、だいたいまあ最近のね、もので考えていくと、15秒間中に、だいたいその1回目の必殺技打ってみたいな流れになってくると思うので、基本ね、このゲームのシステム的には、バトルの、まあ流れ的には、チェインなり必殺技打つと思うんで、それらが短縮されるのって結構でかいよね。ので、まあ結構、意外とね、これ、カタログスペックよりは使いやすいような、雰囲気を感じます。まあその15秒間終わったら全くねこのレジマテの効果は発揮されないので、まあなんだろうな、良さっていうと、例えば追撃、中確率の追撃レジマテとか低確率で追撃とかね、そういった効果の確率頼りのものがあったりするけど、これはもう確率とか関係なくね、運に左右されない確実に発動するタイプのレジマテだから、まあ
運ゲーが嫌いな方はね、こういったものを装備してあげるとまた全然違うし、これあるだけでだいぶね、あの今まで、誰々にこれをやらせていたとか、あのフレチェイン役させてたとか、まあ最近 AUG にやるから開幕、まあ、待機なしとかそういったもの増えてるからあれだけど、まあ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 、結構これがあるだけで立ち回りに組み込みやすいというか、組み込めるというか、ちょっと立ち回りしやすくなるというかっていうね、いい点ばっかりあるので、これも当たったら結構いいんじゃないかなとは思ってます。はい。そしてお次がリルムの D 角ということになりますね。覚醒スタープリズム、まあ他のねヒーラーの D 角とほとんど正直変わり映えはないっていうところなんだけど、まあ、リルムの良さというのはこの白魔法の他にね物理補助アビリティも対応してるというところで、こちら物理補助の待機時間も短縮されつつで、さらにリルムは結構これ珍しいタイプで、白魔法と物理補助アビリティでね、あの追撃効果が変わってくるっていうものです。まず白魔法アビリティ使った時の追撃が使用アビリティの精錬度で落ちて回復量が変わる、味方全体回復、これ普通のただの回復だね、これアンチヒールの影響を受けるタイプのやつ。それから追撃ハートフルペイント、こっちは味方全体の HP 減少ごとに使用アビリティの精錬度で落ちて回復量が変わる自動回復、5段階なんでこれ最大多分3000だね、いつも通り下が3000で、で上は多分専用アビリティと同じぐらいの回復量みたいな感じになってくると思うので、まあ総合的な回復量で言えば普通に白魔専用アビリティと組み合わせた場合のトゥインクルドローの方が回復力は多いと思う。でアンチヒール食らった状態でも大体ね、アンチヒール 50% 食らった段階で打つと大体2000ぐらいだよね、片方専用アビ2200ぐらい回復して、で追撃でも2200回復するぐらいの感覚だと思うんですよ、いつものね、クリダンとかラビダンとかやってる感じだと。まあだから合計4000ぐらい一旦で回復できて、でかつこっちの下の場合だとね、物理補助、まあ、例えば怒りとか使った時に、まあ、追撃でハートフルペイント自動回復3000つくんで、まあどっちがいいかっていうのはまあ内訳だよね、結局ね。なんか HP にだいぶ余裕があるなって時は怒り使ってあげて、でちょっとやばいなと HP だいぶ減らされたなって時は普通に専用アビリティとこのトゥインクルドローを組み合わせて使うみたいな、そんな感じになってくるんじゃないですかね。まあ怒りのメリットってやっぱり結構白魔法ってやっぱゲージ溜まりにくいからね、なんか普通のアタッカーと違って弱点とかもつけるわけでもないし、やっぱりその弱点ダメージで 1.5 倍になるとかっていうメリットが白魔法キャラはないので、怒りとかっていうね、まあ一気にゲージ溜めやすくなるようなアビリティも駆使していくと、まあ回転率が上がるんじゃないかなって必殺技のねっていうところがあります。はい。なんでまあいいじゃないかな、場面に応じて使えばいいだけの話だからね、こういったものは非常にありがたいと思いますね。はい。そして追撃だね、モード2の追撃に関してはこちら味方全体中回復、分身1回復、待機時間一旦短縮。まあ分身がね最近ちょっと活躍の場が減ってきてる感じがあるのでどうなんでしょうね。あのちょっと前であれば、例えばラビダンのスノージャイアントとかの行動キャンセルみたいな攻撃を分身で防ぐみたいなことが確かできたと思うんだよね、スノージャイアント。最近久しくやってないから忘れちゃったけど、確かそんな感じの挙動だったような、じゃなかったような気がするけどとかね、あったけど、最近別にクリダンでなんか防げるとかっていうのなかったと思うので、どうなんだろうね。あ、でも逆にヘフ感があるのかもしんない、クリダンでなんか普通に分身でこの攻撃実は防げるみたいなね、分身無視じゃないんだみたいな物理攻撃があるかもしれないね。そしたらその時にあの生きてくるかもしれない、なんか本当になんだろうな、絶無みたいな、それこそ絶無みたいなさ、まあ今ちょっと削除された攻撃も多いけど、この攻撃を避けなかったら確実に死ぬみたいな攻撃あったじゃないですか。例えばあのツーヘッドドラゴンの戦うとかね、昔の戦うね、バコンで1万3000とか暗いやつああいった攻撃とかがもしかしたらケフカであんのかもしれないね。でそしたら、あ、なるほど、ここでリルムの分身使うんだみたいなことが、まあ、あんのかないのか知らんけど、まあクリダンだからね、それぐらいあっても面白いのかもしれないけどね。はい、ということです。まあ一応忍者との相性もいいよ、一応シャドウとかね、ね、そうそうそう、シャドウ、父ちゃんのね、父ちゃんとも相性が良かったりするんで、まあその辺なんでしょうけど、はい、って感じです。
あとは、午後だね。午後の D 角。午後 D、そう、午後ね、あれだね。午後が一番話題になったのは、多分 FF6 の、狭間さんがね、なんだっけ、ハリウか。FF6 ハリウプレイした時に、多分午後を使ってて、その時に一番話題になったと思うんだよ。あれ、午後って意外と強いんだな、みたいな。狭間さんの、あのね、実際のプレイ見てね。欲しくなった方結構多いんじゃないかなと思うんですけど、そこで今回ね、この D 角ということです。で、午後のまあポイントとしてはね、その4属性対応なんですよ。何気に変幻自在モードっていうやつで、この対応属性が広いっていうところがまあポイント。炎、氷、風、地属性っていうことですね。はい。なんでまあなんだろうな、まあ魔法版玉ねぎみたいな雰囲気ありますかね。あ、まあ玉ねぎも魔法だけど玉ねぎも魔法か玉ねぎも魔法か、ちょっと属性違うんだよね。属性ちょっと若干違うっていう感じがあるんだけど、玉ねぎも魔法だったわ。そう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 。で、一応その午後も他のなんだろうな、あの覚醒とかシンクロかな、シンクロだとステータス種別が変えられるんだよね。物理と魔法で変えられるんだけど、こっちはもう完全に黒魔法に特化したような内容になってるんで、物理運用は基本無理なんじゃないかなと思います。これ追撃ってか、このね、黒魔法覚醒になってるの、一応専用アビリティが黒魔法種別になってるけどね。まあただあの多分引っかかっちゃうと思うんだよね。天命とかだと確実にそういったところで黒魔法カテゴリーになってるから、物理とか絶対いけないしみたいな制限かかるんで、まあ基本的にはもう午後に関してもまあ黒魔法キャラっていう認識でいいんじゃないかな。物理は捨てたという感じで、はい、まあ黒魔法キャラですよ。で、効果内容、味方全体の攻撃魔力、精神アップ中。これは他のキャラとも結構被りにくいバフ、確かギルバートの覚醒がこのバフだったような気がするけど、まあギルバートとか使わなければ全然他とは被らないかな。普通のまあケットシーとかモグとかのね、魔力&精神アップ大とかでも被んないし、あと普通のチェインね、単発のやつだと普通に攻撃大とか魔力大とかもちろん被んないしってところを考えると、重ね掛けで結構火力上がるんじゃないかなっていう気がしてます。あと、ヘイスがもついてますね。それから待機時間2ターン短縮。で、一定時間、自分にこの、ね、黒魔法 D 覚醒モードを付与ということ。で、この D 覚醒モードについては、黒魔法アビリティ使用時にもう一回放つっていうことになってんだよね。もう一回放つ。ここだけ読むとちょっと弱めだなって思うけど、これは理由があって、このモード2にシフトして、熟練モノマネモードっていうのが発動します。で、これが自身のモノマネダメージアップ大、自身を除く味方全体が4属性アビリティを使用するたびに自身が追撃モノマネ強化6回発動時に解除。で、このモノマネ強化っていうやつが、直前に4属性アビリティを使用した味方単体の4属性アビリティダメージ一旦アップ中、待機時間は一旦短縮、プラス自身が直前に使用した味方の1秒を除く行動をモノマネするということで、これが実質追撃になってるんだよね。まあ、6回までしか出ないんで、例えば1ターンの間で他のねアタッカー3人が行動してした場合だと、3回連続でこのモノマネをするっていうことになってくるんですけど、なのでちょっとなんだろうな、普通に戦ってると1ターンで、まあ、例えば3回攻撃しましたってなるけど、その代わりこっちは味方の攻撃に付随して出る追撃っていうことになるんで、ちょっとタイミングが違うっていうだけかな。総合的には同じダメージかもしれないけどっていうところになってくるかな。基本だってあれだもんね、その15秒間中に動ける回数っていうのはだいたい6回ぐらいだと思われるので、なんかそれも考えて多分この6回発動で解除っていうことになってんだろうけど、なんで総合火力的には変わんないと思う。ただ攻撃のタイミングはその味方の攻撃のタイミングになっちゃうっていうだけで、ね、なおかつこのモノマネ強化で、ね、一応その攻撃をした味方のダメージアップ、それから待機時間短縮も付与できるよっていう D 覚醒になってんのかな。で、あともう一個ね、まあ注意点としてはシンクロアビリティをモノマネできないので、これは注意が必要です。で、シンクロアビリティを仮にモノマネできないから、そのさらにシンクロアビリティから遡って
モノマネできるアビリティまで遡って発動っていうことになるから、例えば味方がね全員シンクロモードでシンクロアビリティしか打たなくて、で一緒にパーティーにいてるモグの専用アビリティね、踊りのアビリティ HP 回復するやつね、あれを発動しちゃうみたいなことも全然起こるので、その辺は攻撃のタイミングとかよくよく気をつけないといけないっていうことなので、これはね本当に結構事故る、特にねあのモグとか入れてる方とかは、あとモグとかヒーラーか、モグヒーラー入れてるので、入れてる、まあ普通入れてると思うんだけど、タイミングだけ注意ね。なんでその時には午後が、午後じゃないな、この D 角を発動した直後の6回ぐらいはその辺を意識して立ち回っていかないと変なことになるので、ちょっとねだから午後使うっていうのはなかなか頭使うというかタイミングをよく考えない必要があるので、あの思考停止じゃちょっと使えないっていうところがまあデメリットになるのかな。汎用性は高くて結構いいと思うんだけど、はい、若干そこが難しいよね。で同じシリーズで言うとティナのね、あの防御無視のね、魔防無視の専アビリティとか、あのモノマネできるのが一番ベストなんだけどね。はい、そうだから理想はあの例えばティナ入れて他のキャラはシンクラビ使うけどティナは専用アビリティ連打みたいなことをしてあげるとだいぶ強いと思う。6回連続でティナのね魔防無視のライオットソードだっけ、あれが出ればめっちゃ強いよね。強いと思うんだよねっていうロマンが一応あったりしますので、はい、まあ午後使いの方はねぜひ D 角狙ってほしいなと思う。僕はね超絶止まりだと思うので使えないけど、はい、噂をすればティナ入ってるね、噂をすればティナなんですけど、もう一緒に使い感満載だね。はい、こちらもティナの D 角に関しては復刻ということになるので、まあ、この辺はスルーします。であとまあそうシャドウのね D 角も復刻ですね。あと午後の新奥義が初登場ということで、午後の新奥義どうなるんだろうなと思ったけど、やっぱりちょっと変わってるね。まずステータスで種別が変わる、あこれ物理も入ってるわ、これ物理込みだね。物理も魔法もできて、直前に使用した味方の一部を除く行動を2回連続でモノマネということで、まあいつもとちょっと違うのは20回攻撃プラス限界突破攻撃だと思うんだけど、それがなくなって10回で止まって2回連続でモノマネということになります。まあこれまた敵によるかな、あまりにも敵が硬い場合だったら普通にアビリティ使った方が強いみたいな状況も全然あったりするから、それこそ本当にこれだったらね、あの本当カチカチの敵であればティナの専アビリティ2回モノマネした方が全然ダメージ出るっしょみたいな状況あると思うので、これまた使い方次第かなと思います。あと午後の面白く戦技、これちょっと意外だったのが敵全体の防御魔防精神デバフ、自身の待機時間一旦なしにする、これケットシーとか、オーランとかが持ってるやつだね。まあいわゆる防御魔防精神デバフ、高難度で属性ダンジョンの高難度でよく使えるやつだね。まあこれはやっぱり汎用性持たせたかったんじゃないかなっていうところが一番だよね。これだったら玉ねぎに持たせてもいいよねってなるけどね、ほぼだって玉ねぎと一緒、ほぼ一緒って言ったら語弊あるけど、玉ねぎに持っててもいいよな、これできるんだったらって思っちゃいましたね。はい、いやーちょっと意外なんで、これ結構だから使いやすくなったんじゃない、汎用性べらぼうに上がったでしょ。これで属性ダンジョンいろんなところに連れ回せるようになったと思うんで、若干これで午後の株が上がったというか、そんな感じがしますね。ケットシーとか持ってない方は一応午後とかこの4属性に関してはもう午後連れていくみたいなこともできるしってことだね。はい、ということで全部とりあえずお話終わりましたかね。結局23分、もう24分喋ってんじゃねえかっていうことなんだけど、まとめ、新ガチャ引くべきかどうか解説いきたいと思います。まあ一番のポイントはやっぱりエドガーの D 角だよね。物理編成6の物理編成の場合だったらエドガーのいるかいないかでマジで難易度変わるぐらいダメージ感変わってくるので、エドガーいると全然タイム結構本当に縮まると思うんだよな。5秒どころじゃないかもしれないね。5秒10秒ぐらいは全然平気でエドガーの有無で変わってくるレベルだと思うんだよね。パーティー編成によってはね、本当に物理に偏ってる人であればそれぐらいの価値はまあありそうだなっていう D 角でしたね。で魔法パであれば、まあ、そこまで必須感はないけどね、それだったらまあやっぱり午後の方が
魔法場であれば軍配が上がってくるのが、先ほど言ったティナのね、専用アビリティをモノマネできればかなりうまい、ダメージ感としてはうまそうだなっていうところがあるし、強式4なんかもう簡単に割れちゃうからね。はい。っていうところかね。で、リルムに関しては、まあ、特に必須でもなんでもないので、他にね、普通に超絶と、まあ、覚醒かなんかそれぐらいあれば全然いけると思うし、モグもいるからね。正直、モグもリルムと一緒に入れてるのであれば、超絶だけで全然間に合うと思うしね。はい。そんなに D 格おまけで出ればラッキー程度だと思います。その他復刻枠については、まあ、ティナとかね、持ってればもちろん活躍しそうだなっていうところもあるし、あと、シャドウとかね。まあ、普通に闇パンのね、チェーン役としても強いキャラだなので、まあ、シャドウもね、当たればラッキーみたいなところ。で、ロックの LBOF は正直、あんまり使うタイミングないんじゃないって思うよね。ロックって本当にメインアタッカーだからさ、その、なんだろうな、LBOF 使うぐらいだったらアビリティ打った方が強いよね、みたいな感じになってしまうので、僕の感覚的にはね。なんで、そこまで必須かはない。他のキャラにやらせた方が全然いいでしょっていう感じがするんで、まあ、まあこちらも本当おまけだよね。おまけだと思います。はい。そんな感じでした。とりあえず明日クリスタルダンジョンの攻略動画もね、アップしたいと思いますので、ご興味ある方はぜひそちらもよろしくお願いします。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。